まあ、これからお話はしていく感じにはなるんですけど、イメージは結構抽象的にはなってきているけど、目のモチーフっていうのはすごい依然としてずっと執着があるというか。そうですね。なんかこう、今あんまり話しちゃうと、あ、そうですね。まあ、そうか、大話し事ちゃうけなども、トークのトロの部だ分けど、堀田さんのなんか話し言葉の中にいろいろとこうキーワードが散りばめられてて、あ、ありがとうございもうなんか聞き返してみたいなっていうのがいつぜもひ出ぜてくひ。るんですけどね。あ、すいません。ありがとうございます。飲んじゃってる。あ、飲まれてますね。あ、もうそんな時間ですね。わあ。さっき須田さんとメールやってて、あ、そうなんですか。で、彼女もなんか今展示をやってあ、そこうれなんかですらね。やるのがあって、これのこの堀田さんとのトークこれからですねっつって、バイトの休み時間中に見ますとか言ってて、ありがたい。同そ級んな、生ぐらいですか？いや、でも菅下さんはか。学年1個下なんですけ下ど、か。まあでも世代はほぼ一緒なので。ほぼ一緒なんだ。あ、はい、こんあ、ばんごめんなは。さい、ありがとうございます。亀戸アートセンターの石部と申します。亀戸アートセンターでは現在、堀田ゆか個展内観説を開催中です。明日で展示は終了となりますが、今日は、画家の王潤さんをお招きして、堀田さんとトークをしていただきます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いしよろしくお願いします。あ、あます。りがとうございます。ね、あれですけど、ちょっと雨模様で足元あ、がそうで悪いす中、ね。どうもありがとうございます。たくさんお集まりいただいてありがとうございます。あ、一応、まあ、軽く自己紹介というか、私、今、亀戸アートセンターさんで、個展、開かせていただいております。画家と名乗っていいのか、作家の堀田ゆかと申します。よろしくお願いします。で、こちら、今ご紹介に預かりました王潤と言います。まあ、絵を描いております。で、2年前、3年前か、3年前ぐらいで3す年ね。前に大学を中退しまして、それで、今、まあ、非常勤のようなところでいくつか学校には行ってはいるんですけど、基本的にフリーランスで、ちゃんと画家にやっとこの年になってなれましたというとなころるほど。で、今日は堀田さんの方からなんかトークを一緒にどうかっていうふうに言っていただいて、僕も最近学部の時からそうですね。制作を拝見してたんですけど、まあ、その後いろんなところで展覧会をやっておられて、まあ、個展は初めてだっていうそうなんですけど、ぜひ見に行きたいなということで、たらこういう形でちょっとお話しようというんで、そうですね。今日やってまいりました。よろしくお願いしまはす。い、よろしくお願いします。そうですね。今ほとんど、まあ、なれ初めというか経緯の方はお話ししていただいたんですけど、王潤さんには、まあ、大学、私は今の版画の修士1年生に在籍してまして、元は油絵、芸大の油絵科を、まあ、学部4年間出て、で、まあ、今こういう感じで活動しているんですけど、学部時代にその王潤さんのドローイングのゼミですとか、結構授業の方、授業とか講評会でいろいろお話をする機会がまあ多々ありまして、その中で結構、そうですね、なんかこう今の自分の制作のスタンスというか、なんかこう自分の書くべきものとか、そういうもののなんかいろんなヒントを与えていただいた先生だなというふうに私はすごい感じていて、で、今回の個展、内観説というタイトルで個展させていただいているんですけど、その今回の個展にあたっての制作中も結構その学部時代にいただいた、その王潤先生からいただいたこう言葉というかキーワードみたいなのがすごい印象に残ってて、ぜひこれはちょっとお話ししたいなってことでお呼びしたんですよ。覚えてらっしゃいますかね、そう、私と。最近本当にちょっとこう記憶がね、
不確かになってしまって、あ、いえいえ、あのなんかこう口が滑ったりなんだりいろいろとしてるんで申し訳ないですけども、ちょっと、はい、ちょっと覚えてないんですけどいや私はもうずっと どんな感じで、何を僕は言ったんでしょうかねそうですね、ちょっとその辺から、まあそうですね、なんか本当にいろんな、まあ、私の方も記憶違いとかもね、いろいろあるかもしれないんですけど、あの久米賞っていうのを覚えてますか？あ、はいはい、あの芸大の方久米賞って言いまして、大学の学内、湯河の学生の中でまあこう賞、まあ、をあげますみたいな、こうそういうプログラムというかカリキュラムというのがありまして、その中でまあこう私はちょっと展示をしたんですけど、その時の作品を大潤さんに見ていただいた時に、あの今のこの個展で展示しているような作品とは全然違うんですけど、すごいなんかこう割とこの結構グニャグニャしたオブジェクトを、まあ、今もね制作しているんですけど、まあ、これのこう原型となるようなこう立体作品というのを作ってまして、あれ低層階の立体工房かなんか、ね、あ、そうです、立体工房、ね、立体工房というアトリエみたいな、ね、ところがありました。そこで展示してた結構大きめの作品なんですけど、まあ、その作品についてその大潤さんに、なんかすごい星座、星の夜空のなんか星座のような感じがして面白かったよみたいな話をいただいて、うん、でなんか当時はあんまりなんかこう星座とかあんまりイメージもしてなかったのであんまりピンとこなかったんですけど、そのなんか星座のようだねっていう、なんかそれだけがずっと頭の片隅に残ってて、でなんかこう割といろいろそれからまあ2、3年、3、4年変遷があって、こう今は割とその木の木材とかに自分の体のようなものをにじませていく、あるいはこう木の板の上に自分の体を折りたたんでこう表していくような制作っていうのをやってるんですけど、そうしたその何だろうな、身体、自分なりのこう身体像というか身体のイメージみたいなものをこう考えた時に、その大潤さんが投げかけていただいたその星座っていうのが、なんか今私がやろうとしていることになんかすごいつながってきたなっていうのがあって、それがすごい印象に残ってたんですよね。あ、そうですか。はい、ね、すごくこうたくさん思い出して、あのお話ししていただいて、はい、あのありがたかったんですけど、はい、あんまり大したこと言ってないなと思って、いやそうです、ね、多分そのいろいろとこう、はい、あの継ぎ木のようにこう、あの継いで、いろんなこう線がこうギザギザなっていったり、はい、あのね、あのね、粗の方向にこう、はい、伸びていったりって、多分そういう状態を見て、はい、まるでこうあの点でこう結んでそれが星座のようだねっていう、まあ単純になんかそういうこう似姿をポロッと、あのなんていうんだろう、感想のような印象のようなことで言ってしまったのかなと思うんだけど、あのまあそれを覚えていていただいたのは、あのまあだから先生はちゃんとあのいろいろと思って考えて言わなきゃいけないなとは思ってるんですけども、はい、今の あなたのなんかこうその時と、まあ、その時はなんかすごく大きなものだったんだけど、このぐらいのサイズのものとか、あと屋上にわーっとたくさん小さいものが、はい、散乱しているっていうというか、 ああいう状態を見るともうそういうこう星座とかそういう何かに似てるとか、うん、そういうものではなくて、そうです、うん、なんか逆にいろんな、もっといろんなその空間のについてのこうアプローチだとか、うん、あるいはそれこそ今あなたが言ったその身体についてのこう、まあ、一つの考察とか、はい、まあ、一つの自分のこう試みとしてのこう形態っていうふうに見えます。で、うん、そちらのそういうふうに見えた方が、あ、うん、やっぱりちゃんと自分の制作がこう考えて作ってまた、うん、作り直してっていうふうに、なんかこうすごい健康な感じがする。あ、うん、すいませんでした。あ、いやいやそんな、うん、ついついなんかそういうパッと 見た目で俺は言っちゃうところもあるんでそれはあんまりこう長いこと覚えていただいててまあでもなんかこう一きっかけというか、
なんかそれをこうそのままなぞろうというわけじゃなくて、またさらにその片隅にある言葉をこう作品を作る中で解体していきたいというか、こう壊しながらなんか展開したいなと思って、今回のような展示になったので全然なんか気になさらずという感じ。はい、そうですね。今そうやってはい。堀田さんがこうその自分の体についてこう話してくれたくだりの中で、なんだっけな、その体にこうにじませるように、あ、そはい。の身体をこうにじませるようにとか、あるいはその空間に、空間をこうの中にこう身を折りたたま、あ、はい。畳ませるようにとか、面白いその言い回しだなと思って、い。あ、ありがとうございます。はい。そこら辺の感じってなんとなく分かる気がするんですけど、何でもこう分かる気がするっていうことで了解しちゃうのがこの世界のいけないところで、なんかこう具体的にこうこんなものなんです、例えばそういうものをこう映してたり反映しているものはこういうものなんですみたいなのは何かありますか？そうですね。なんかこの投げかけはすごい、昨日の夜からずっと一応そのメールとかでやり取りさせていただいてて、ずっとその応答みたいなことはしてたんですけど、昨日の夜からずっと考えてて、やっぱりなんかこう作ってる最中って割と、なんかドローイングゼミの時もずっとそうだったんですけど、作ってる最中はなんか見ているようで見ていないというか、なんか版画のこうプレス機にかけるような、イメージをプレス機にかけていくような感じで、なんというかブラックボックスの中にでもがいているというか、なんかこうすごい、なかなか客観的に見るというか形容することはすごい難しいなと思うんですけど、そうですね。でもなんか本当に日々の自分の自分のこう暮らしというか、言葉も難しいけど、なんかこう作ってる時の手つきって、自分のその過去のなんか何気ないこうな何かに触れてしまったとか、何かを間違えてしまったとか、そういう過去の生活の中の手つきというか手触りみたいなものをこう再現しているというか、それらになんかすごく私はなんか自分の体のイメージというか、自分の体のリアルさっていうのをすごい感じていて、それにこうか体身体を与えるというか、こう形を与えた時になんかこう折りたたむようにこう絵を作るという行為があるというか、ものとして絵が現れるとか、そういうものなのかなというふうに思ったりするんですね。なんかそういうなんかこう形のないものになんか名前をつけていくというか、なんかそういう行為の集積が今こうやって見ていただいて作品になっているのかなという感じはするというか、そうですね。いただいたメールの中でも書いてあったし、今もまた使われたけど、堀田さんは絵を描くって言わないで絵を作るっていうね。あ、そうですね。なんか、それも面白いなと思って。ああ、そうですね。そこはすごい、なんかこう、意識的に作るということを頑なに言ってて、なんか、ペインター、なんか、さっきその最初の冒頭の挨拶で、画家と言っていいのかそうみたいな、ね。こう、ちょっと詰まってしまう部分もあったんですけど、自分はなんか、ペインターではないような感じがしていて、なんかそれでも彫刻家とも違うし、でも絵は描いているんだよなと思って、じゃあ絵を作っているというか、なんか作るって言ってもなんかいろんな字の当てはめ方があると思うんですけど、糸偏に「いい」って書いて「作ろう」っていう感じあるじゃないですか。それを使ってなんか作るというようなイメージが強いというか、何かそのいわゆるキャンバスとかこう既製品のパネルとか、そうしたすでにこう体のあるものというか、こう形式の現れているものに自分のこう痕跡をこう委託するのではなく、なんかこう無垢な木の板であるとか、こうしたものになんか小さく自分のなんか繕いをこう
自分のこう体に馴染むように繕っていくというか、こう体を作るというとなんかこう言葉が強いのかもしれないけど、なんかそういうものになってほしいと思って、なんか絵を描くとかペインターですとかじゃなくて、なんか絵を作っていますみたいな風に表現してしまいます。なんかそういうなんだろうな、こう作るっていう言葉の中にそういうなんだろうな、なんかこう削ってとか、なんかこう引っかいてとか、そういう行為、いろんな行為を包括しているような感じがして、なんか結構書くっていう言葉は割となんだろうな、いろんな書き方っていうのはあると思うけど、そのそうですね、なんかその作るっていう言葉の方がなんか包容力があるというか、こう間口が広い感じがして、結構意識的に選んでる部分がすごいあります。今回の展覧会のその個展のタイトルもない関節ですよね。そうですね、はい、でどういうのかなと思いながら来て、あの一目瞭然で、ああなるほどなと思って、ありがとうございます、あの、はい、面白い、あのいいタイトルをつけるなと思って、はい、でまあ、さっきのその身をなじませるとか、空間に身を織り込んでいくとか、折りたたんでいくとかっていう、あの言葉というか、なんかこう作り方というか、そういう時にこう使う言葉としては、まあ今回の展覧会のタイトルもそうだけど、割と言葉に対して、あの堀田さん流のなんかこうある種の こだわりがあるんだなと思って。あ、そうですね、結構そこはなんか今も現在進行形で葛藤してる部分がすごいあって、やっぱり言葉、言語って強いじゃないですか。何かを指定 してしまえる力があるというか、なんかそこにどう抗いながらこう自分の作品を言葉で説明していくかみたいな、すごい結構悩んでた時期があって、なんか結構いろんな人にも言ってるんですけど、その LINE グループ、あの LINE ってアプリあるじゃないですか、はい、LINE グループに日々その自分の言葉っていうのをドローイングのようにしたためてて、なんかそれをこう組み合わせて、それこそこういう空間に置いているパーツを作っていくように、自分の言葉っていうのを組み立てる練習をすごいずっとしていて、なんかこう何かを指定する言葉じゃなくて、自分のこう四肢のように言葉が機能してほしいなと思って、結構気にしている部分すごいあります、ね、ちょっとこう制作から離れちゃうかもしれないけど、はい、あの例えばその詩を読んだりとか書いたりとか、はい、あ俳句とか、その、なんていうんですか、そういう、こう、あ、はいはい、そういうものにも興味あったりするんですか。あ、結構一時期短歌とかそういうの読んでた時期はありますね。そう一文字っていうんだっけ。そうですね、現代短歌っていう、結構その現代生まれというか、その近代に生まれた作家さんのこう、うん、まあ、コンテンポラリーな短歌といいますか、そういうのを結構読んで面白いなと思ってた式とかもあって、なんか短歌のなんだろうな、こう一応ルールがあるじゃないですか、五七五七七、そのなんだろう、フォーマットがある感じというか、そのフォーマットに時にあぶれてしまって、こう体が溢れてしまう感じというか、そういう感覚とかすごい自分の制作したいこととすごい近い感じがあるなと思って、結構そういう何でしょう、短歌とか俳句とかそういうのすごい好きだったりしますね。じゃあ、例えばその短歌だとか俳句だとか、はい、そういうもののこうルール条件があって、っていうものは、例えば堀田さんで言えば、堀田さんがこう作っている作品を作ってるところで言えば、そのフォーマットっていうのは、はい、絵画とか、そうですね、そういうものですか、そうですね、なんか短歌とか俳句とかキーワードが出たんでちょうどいいなと思ったんですけど、なんか自分の絵はすごいその俳句とか短歌でいう字余り字足らずを重ねている感じがしているというか、いかに何かこうはまらないように、なんかきっちりルールの上にはみ出していくかみたいなことをこうやりたいなみたいなことをやってるんじゃないかなと思って、すごいなんか、はい、
俳句とか短歌って言われてなんか似てるなって今一瞬思ったんですけど、そうですよね。あのでもこうキャンバスとか、はい、あの既成のそのパネルのようにこう綺麗な句形ではなくて、まあ、手でこう引いたような感じ の、ね、はい、あのちょっとガタガタしてるけど、うん、基本こうあの素形というか原型としてのこう四角っていうのがあって、でもその中に全部一応収まってますよね。そうですね、こう押さえてはいるけど自分の感覚としては無理やり自分の体を押し込んでるみたいな。それが折りたたむとか。そうですね、そういう言葉に反映している部分がありますね。エスパー伊藤があのこういうふうに、あ、そうですね、あのカバンの中に体を全部折りたたむみたいなね、ありますけど、なんかそうですね、割となんか昔の作品というか昔の平面のシリーズは割とその手よくというか綺麗にこう絵画のように見せたいがみたいな風な意識は強かったんですけど、最近はもうエスパー伊藤ですね。エスパー伊藤ですね。大変だよね。あの今回の個展は割とそうですね、なんか絵のようなというかこう絵画っぽいイメージに見えるかもしれないんですけど、あの先々月ぐらいにあの根津の方で宇賀坂絵画祭という、絵画のイベントの方にも参加させていただいてて、 ね、そこでもあの結構今回の個展が打って変わって、ね、だいぶその大きなテーブル状の平面にこう自分のドローイングをひたすら書き散らしていくというか埋め込んでいくみたいなこう作品を制作してまして、あのよければ私のインスタとかでも見れるので、うん、あのご存知ない方はぜひ見ていただければと思うんですけど、それはもう大きいものだったんですよね。そうですね、本当に、何メーター、4メーターかけ2メーター近くの結構大きなテーブルのような作品で、結構そうですね、そうした平面のシリーズなんかも顕著にエスパー伊藤だったなみたいな感じはすごいありますけど、はい、またうがつなこと言っちゃったからちょっと引っかかっちゃって、ちょっと引っかかっちゃって常に引っかかっちゃう。そうですね、あそこほど苦しげじゃないですけど、はい、まあでもあの、でもそういうふうにこう通常なんか獅子をこう伸ばして、はい、まあ普通に伸びるならこう伸ばして、こうだらっとさせたりとか、はい、リラックスさせる状態が、まあ、身体には一番こう心地よいし、はい、まあ、あの親切じゃないですか、はい、自然というか、うんうん、それをあえてその例えばその句形の中に折りたたんでみたりとか、うん、あるいはこう滑り込むようにこう、あの身を潜めてみたりっていう、はい、かなりこう意識的な行為じゃないですか。そうですね、その時のこう、堀田さんのこう体のこうリアクションだとか、はい、しんどいっていう、そうなった時の一つのこうなんていうんですかね、それに対するこう、あのリアクションみたいなもの、反応みたいなものとして出ることが、はい、こういう絵を描かしたりとか、うん、こういうものを作ったりっていうことなんですか。そうですね、うん、なるほど、うん、そうか。逆にそのなんか句形とその体を押し込むみたいな話題が出てきた中で、逆に大潤さんの作品というのはすごく私の作品とは打って変わってすごい精緻な句形に絵を描かれることが多い印象なんですよ。まあ、その精緻って、まあ、普通のキャンバス、キャンバスに ですけど、ね、描いてる印象がすごい多くて、なんか大潤さんはその句形に対してこうどういうなんかこう体のあり方、ありようがあるんですか。そうですね、あの そのことをメールでいただいて、自分の昔のことをずっとこう思い出したりとか、あ、はい、あのファイルをこう見直してみたりとかしてたんですけど、俺の場合は、まああんまりそうやって堀田さんぐらいの時って、そんなにこう視覚ってものに対してことさらこう意識してなかったんですよ。そうなんです。まあ普通当たり前だろうなと思って、うんうん、あの絵描いてるしみたいな、ね、うん、だけどまああのただキャンバスに油絵っていうのがあんまり僕は得意じゃなかったから。あ、そうなんですか。やっぱ紙の仕事が、紙に絵描く方が子供の頃から馴染んでたし、だ紙は大きい紙ついでそれにこうクレヨンで描いたり水彩で描いたりとかしてて、
まあそっちの方があれだったんだけど、まあでも好評で油絵出しなさいみたいな、はい、今あんまりそういうこと言われないけど、そうですね、うん、あの当時はなんか言われたんで、はい、で明日好評の前日に油絵こう描いたりとかして持ってったりとか、あ、ほうほう、まあ、そんなことやってたんですけど、はい、まあ、そういう人が先生やってんだからごめんなさいなんだけどいやいや、まあ、その後いろいろと心入れ直すんだけど、はい、いろいろあったんですね、でだけど基本やっぱりその普通にこう与えられた、その画材であったりフォーマットに対してそんなにことさら、うん、あの疑いを持ったりとかってあんまりなかったんですよ、うん、で大学院を、まあ、そのまま行って出ちゃって、絵が退屈しちゃったんで、あ、うん、で辞めちゃったんですね。なるほど、うん、で全然違うあのお仕事について、うん、あの社会人やってたんですけど、そうだったんですね、でもその2年間が、はい、あの結構効いてて、ほうほうほう、まあ、絵から全然離れちゃったんで、うん、でまあ仲間とか友人とかがもうその頃はもうあのバブル全盛の頃だったから、ああ、うん、猫も借子も絵描けら描いちゃえば売れる時代だったんですよ。なるほど、今ちょっと似てますけどね。確かにアートバブル、気をつけよう、気をつけよう、うん、まあでも歴史は繰り返さないんで微妙にずれつつあ、まあ、また違 う、 う、ね、うん、あの状況を多分作ってると思うんだけど、うん、でそんな時にでもなんかこうあの全然違う仕事をしてたもんで、うんうんうん、あのある意味その絵を描く体みたいなものが、はい、まあ、2年間で全部落ちたとは言わないけども、あ、結構いろんな、うん、それじゃ聞かないことの方が大きいじゃないですか、うんうんうん、社会生活しなくちゃいけないから、うん、それでこう上司からガンガン言われたりとか、あ、ミスを犯したりとか、うん、まあ、そういうこともあの今になって思えばなんかそこら辺でこう自分の体の別なこうあの、使い道というか使い方みたいなものが途中から入ってきて、だけどその途中からまた猛烈に何か絵描きたくなって、うんうんうん、でまた出戻りで戻ってきたんですよ。はでその時はあのもうほとんどそのあんまりこうこういう資格みたいなものに対して、うん、それでもやっぱり今の堀田さんのようなクリアなその問題意識っていうのはまだそんななかったんだけど、はい、ちょっとでも これじゃあ自分の体が収まらないなっていうのがあって、うん、なんかやっぱり変なことやりだしたんですね、うん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 、で描きながら壁の方に描いていっちゃったりとか、壁から描いていって絵を通過してまで描いていったりとか、うんうんうん、だからなんかこうあんまりその絵画的なその意識とかそういうことによってこう自分の制作のこう方向だとか、うん、あのかあのについてのこう考え方をこう、改めるっていうよりもなんかもうちょっとこう外に外の世界とこすられて、それこそあの変えざるを得ないとか、うん、そんな感じがあったような気がするんです。なるほど。はあ。だからあまりこう美術そのものっていうの、はい、のど真ん中にこう、うん、いていろいろとこう自分の制作を顧みる考え直すっていう感じではちょっとなかったんで、なるほど、その代わりいろんなやっぱりこう余計なものもこうあの まびれてくるんで、うん、あの俗気もくっついてくるし、まあ、そこら辺今もそうですけど、ね、だけどあえてなんか画家って言っちゃうことにしてるんですよ。ほう。でも堀田さんはやっぱり堀田さんが画家っていうと堀田さんがやってることや今考えてることからするとやっぱり画家じゃないと思うよ。うん、なんか別に、うんうん、あのなんか作ってんですってぐらいででもいいと思うんだよな。あ、本当ですか。うん、と思うんですよ。なんか今どうしてもね肩書きが必要になってきちゃうけど、うん、本人としてはでもそんなんでやってるわけじゃないからそうです、ね、いいんだけど、うん、なんかまあ美術家とかアーティストとかなんか画家って言うとね言ってて しんどいでしょうん、しんどいというか なんか違うなみたいなこう漠然と違和感がずっとあるみたいな感じですね。うんうん、まあでもそうい う違和感が、うん、まあ、それは言葉の問題かもしれないけど、うん、なんか常になんか違和感みたいなものはあった方がでもそうです、ね、いいよね、うんうん、なんか作るにはね。
確かに、うんうん、考えたりね。そうですね、うん、そう思うんですよね。そうですね。いや、あの、はい、このこう木をね、こうこんなになってるじゃないですか。あ、はいはいはい。ちょっとあの配信の方見にくいかもしれないんですけど、空間に結構木を歪ましたような。そう、屋上も面白いんですよ、はい、もっといろんなサイズのものがね、こうバーッとこう散らばっててね。あ、そうですね。あの上井語学センターさんのインスタアカウントでいろんな時間帯の映像とかも載ってるので、うん、ぜひそちらでも見ていただければ。そうですね。あの、はい、でもこう いろんな方向に曲がりながらもこうくねくねしながらさ、はい、でもなんかこうなんだろう、なんかどっかこう目指す方向みたいなものは特にないんでしょ。そうですね、最初から形を決めていなくて、これも本当にあの絵のこう絵に現れる線のように先を決めずにどんどんドローイングのようについているというか、これも結局ドローイングの延長線上にあるものというか、ドローイングの一個というか、そういう風に作ってます。どういうところでこう止めるんですかね。あ、そうですね、これなんかまっすぐだけどね。あ、そうですね、これはなんか空間の軸みたいになってますけど、ね、と2つぐらいがこういう風になってるものもあるし、うん、でも結構今回の個展のためにまあこのパーツ何個か作ってるんですけど、なんか何でしょう、絵しりとりともちょっと違うけども、こう1個なんとなく形を作って、じゃあ次この形が続くのかもしれないなって自分の中でこうイメージを連結させてるというか、それこそなんかタイトル、今回の古典タイトルない関節とまあ重なるような感じにはなるんですけど、こうその木材たちにこう存在しない関節を与えていくようにこう絵しりとりしていくというか、そんな感じでこうなんだろうな、繋がったらないけどこう自分の中ではイメージの中にこう関節を持たせているっていうか、こう存在しないけど ある関節、こう存在している関節をこう与えながら作ってるというか、ちょっと抽象的な表現になっちゃったかもしれないんですけど、そんな感じに今回はこう、そうですね、形を止めるというか、作り切るというか、形を途中でやめるというか止めるような感じというか、そうですね、どこまでも行けるけどここで止めてみた時にどうなるんだろうみたいな、その試行実験の繰り返しのような感じです、うん、あのね、ちょっと面白い、気になるなと思ったのは、こういったこうない関節のこう接続してる木のものと、はい、描かれてる絵のものがすごくこう近づいて、あの接近、ものすごく接近してたりとか、あのくっついてはいないんだけどその下にこう潜り込んだりとか、多分そこら辺にあったやつ、上の階に、2階の、はい、置いてたりしますね、でそれがなんかあのちょっと目に留まったですね。あのこういう風になってると、なんかまあいろいろとこう絵もこういったあの立体材木の木材の作品もあのなんか散在してるようなんだけど、ちゃんと一応こう場所がそれぞれがこう置かれてる場所があって、 そこにこう、あの位置してるなと思うんだけど、上のやつとかっていわゆるこれとこれがこうくっついたりとかして、いわゆる継ぎ木のような状態っていうか、あの継いでるとか、ちょっと多少無理な接続とか、でむしろそれがあのちょっとハッとするな。あのなんかこう全然違うもの同士なんだけど、違うもの同士がそれなりにこう自分のこう場所をこう持って、まあ、住み分けるよりも、まあ、これだけの場所の中で当然こう接近してきたりすると、こう近づいてきたりとか、まあ、近づ離れずの距離とか、いろんなその距離の関係がこう現れるじゃないですか。でその時にグッとこうあのくっついちゃってるやつとか、あの俺割とそういうの結構あの気になるんですよ。だから人の作品にもそういうのがこうあると、あの自分は割とさっき言ったあの、決してあの精度はないけど、まあ普通のキャンバスとか、
紙の資格なんだけど、最近なんかそういうものに別のものがこうくっついてきたりとか、うんうんうん、してちょっと自分でこうハッとしちゃったりすることがあったりするん で、 でそれは何だろうなってわからないんですよ。わからないからペンディングの状態でとりあえず保留にしといて、あのそのままにしてると。でそのままにしてるから展示になってるだけの話で、うんうんうん、なんかこう確固としたこう一つの位置を持った、あるいはそのなんか存在理由を持ってこう、うん、あるっていうよりも、はい、ちょっと作った本人もわからない状態でいるっていう、うん、まあそういうことが最近こう自分の制作の中にも出てきてるんで、堀田さんのそういう作品、この一連の作品の中でそういうものがちょっと目についたんで、あ、なるほど、なるほど、気になるなと思って。そういうのはどうなんですかね。結構今回そうですね、1回の展示は それこそあんまり干渉し合ってないというか、それぞれのこう余白を持ってパーソナルスペースをこう主張し合っている感じにはなってるんですけど、なんかそうですね、上のその作品と作品の衝突というか干渉し合いみたいなのは、なんだろう、なんかあまり実は今回はそんなに意識をしていなかったんですけど、うん、それこそその今言っていただいたようなこうなんかハッとしたからそのままにしておいてるっていうような感覚でこう残してる感じではあります、ね、そういうのはなんかこういいなと思うんですけど、まあよくです、まあ、今も言う人いるのかな、作家が作ったものに対して責任を持つとか、はい、持たないとかって、はいはい、ふざけたことを言うやつが今も昔もいるんだけど作っちゃったものは、うん、まあ、それはこちら側の論理であって、作られてこう放られちゃったこういうものたちにとってみたら、うん、はい、もう成立も不成立もないわけ で、うん、でこういう状態になってしまってるっていうのを、はい、自分がそれに対してどうそれと向き合うかとか、うん、それを見るかとか、でそういうものを見た時に僕ら生で見れないから、生なんだけど無垢で見れないじゃないですか、やっぱり いろんなものをもう学んじゃってるんで、そうですね、ね、うん、でちゃんと見るにはなんかそういうものをあらかじめ持ってるこちら側のものを、うん、なし崩しにしてくれたりとか、足場をかけてくれるぐらいのなんかそういうこう岩というか違和感というか、うんうんうん、そういうものを持っちゃうと作った本人の責任とか作った本人の自慢話よりも、うん、作った人がいてなんか作られちゃったものがあって、はい、でそれを見てる僕らがいて、多分遠距離の関係がもしかしたら気づけるかもしれないじゃないですか。確かになんか変だねって、そうなのよみたいな、まあ、そのぐらいだと結構なんかこう人生楽しいんじゃないかなっていう、確かに思っちゃったりするのは僕の妄想でしょうかいやめちゃくちゃ、そういいですね、遠距離。だそういうことが作品のなんかこう、うん、随所にこうポロポロと出ていて、はい、今まで拝見してきた堀田さんの作品の中にも、はい、そういうのがやっぱり散見できるんですよ。平面に大きな壁にこうたくさんのドローイングをこうバーッとやった、あるいは銀座かなんかで、あコンペかなんかじゃなかったですかね。同じようなシリーズ、はい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 、そうですね、2年前ぐらいですかね、はい、ワンウォールっていうコンペティションの方に出させていただいて、そこでの展示ですね。だからある程度こう作品が量的にこう増えてきたり、うん、はい、密集してきたり、その密集できなくてちょっとこぼれたりとかすると、やはりこう自分でこう意図できないような、うん、なんていうんですかね、状態というか状況が現れてきて、はい、うんうん、でその時がでも一番こう作られちゃったものが結構生き生きと見えたりとか、うん、変に見えたりとか、うん、屋上なんかにもちょっとそういう部分がありましたね。今日は濡れてたし雨降ってたから、あ、そうですね、余計なんか、うん、濡らしちゃっていいのかなみたいな思ったけど、確かに確かに、もうすごくもいい感じで
楽しく見れましたけどね。ありがとうございます。はい、そうですね。いやちょっとお水いただきます。お水ねいただいてね。いやもう熱を、もう俺もう半分以上飲んじゃった、ね、めっちゃ飲んでますね、うん、なんかここまで結構だーっと喋ってきて、あまだ40分ぐらいです。そうですね、鉛筆と、はい、と色は何でつけてるんですか。アクリル絵の具ですね。アクリル絵の具だ。そう、私もあの湯画家にいながらその油絵が合わないと思っているタイプで、そのまさかそのオーシェンさんがその油絵あんまり合わない側の方だったとは。それあんまり見たことないもんね、油絵ね、堀田さんの油絵。そうですね、多分見せたことないと思います。書いてたことあるんですか。まあ、それこそその受験で書いてたって、それであの大学入ってすぐの時とか、あ、まあ、書いていたりはしたんですけど、もう 1年生の後半で早々に油絵の具手放してましたね。あ、そう。そうですね、なんかいろんな実験して。あ、そっか。そうですね、なんかそうですね、それこそなんか油絵の具のこう、まあ、乾きの時間であるとか、うん、まあ、結構いろんななんか要素が多いじゃないですか、油絵の具って、はいはい、そこがなんかこう良さでもあるけど、自分のこう描きたい体というか、こう描くための体となんかこう周波があんまり合わないというか、周波数が合わないみたいな感じで、こうで結構その油絵の具から離れて鉛筆とかで描くようになったきっかけが、そのまあポロポロとちょっと喋って言ってましたけど、オージュン先生 あの大学のドローイングセミが結構大きいきっかけとしてあって、そこであの鉛筆とかこうあのなんかめっちゃ黒いあの木炭とかですね、あのそういった画材とかでわーって描き散らしていて、うん、なんかそこで得たこうスピード感というか、こう描く行為の感覚というのが、あこれなのかもしれないなってこう初めて思って、そこからこう自覚的にこう鉛筆でこう木の板に痕跡を残すようにこう書いていったりとかっていう方にシフトしていきましたね。すごくでも丁寧に書いてるね、一枚一枚全部。あ、本当ですか。そうですね、むしろなんかこう、うん、ドローイングとかって、まあ、あの鉛筆を使ったりとか、はい、あのまあそういった軽い素材を使って書くとどうしてもこうドローイングって言うけども、うん、なんかそれもあんまりこうもう聞かなくなってきてて、あの絵っていうふうに言っちゃえばいいんじゃないかなと思うんですけど、でもすごく丁寧に絵を描いてるなと思うんですよ。なるほど、うんうん、あそれでじゃあそのやっぱり油絵の具っていうのはちょっとこう、はい、なかなか馴染めなくて、まあ、それででも今はその版画の方に行ってるっていうのはそういうことも理由なんですか。そうですね、なんかこう書く行為をなんかこう版画ってそれこそいろんなプロセスの組み立ての上で成り立つ、まあ、表現技法だと思うんですけど、書くことをどう書いたい、なんかこういろんな風にばらして再構築できるかなみたいな部分で、結構あの芸大の版画家ってこう版画家にいながらペインターである方も、ね、それこそあの私の担当教員であるミーガ先生もタブロー絵を描く作家さんではありますけど、なんかこう絵からすごい変な絵描いてるよ。あ、すごい変な絵描いてますよね、うん、今、うん、なんかこの前もインスタですごい変な絵描いてるなと思って見てたんですけど、すごい面白い作家さんで、ね、はい、なんかそうですね、なんかこう絵とつかず離れず、なんかいい距離にいられる場所が版画なのかなと思って、うん、版画家を選んだっていうのはすごいやって、まあ、それこそそのさっきそのフォーマットからはみ出すとかタンカーとかそういった話もありましたけど、版画ってその検討っていうその検討を合わせてこうずれないようにするっていう、まあルールのようなものがありますけど、なんかそういうなんだろうな、ルール決めとかが厳格なのもいいよなみたいな、こうはみ出しようがあるしばらしようがあるなっていうのを思って、それでこうちょっと意図的に版表現とかも取り入れてやってみたいなっていうのを思ってやってたんですね。そうですね、それこそ今あの版画っていろんな4版種ぐらい芸大ではできるんですけど、シルク、銅版、リトグラフ、うん、あと
木版かっていうのあるんですけど、うん、最近はシルクスクリーンをやってて、こうシルクスクリーンはこう顕著にこう印刷のミスっていうのが分かりやすいというか、うん、銅版画って結構、まあ、ドライポイントとかああいった半周とかって割となんだろうな、ミスしてしまっても味になりうるというか、こう版画の表現の一つとして収束することも、うん、させてしまうこともできるけど、うん、結構シルクスクリーンはなんかどうしようもない間違いが起きるなみたいなところがすごい面白いなと思って、最近はシルクスクリーン使って自分のイメージを起こしたりとか、それこそ今あの亀井さんがも自分の絵を版画にしていただいたりもしてますけど、なんかそういう部分が気に入ってて今そうですね、版画やってたりとかしてて、シルクの中でやってて、はい、こう起きてしまうミスというのはどういうミスなんですか？それこそその力の加減をとかインクの量を間違えて、あのイメージが欠けてしまうとか、あるいはインクが多すぎてイメージが潰れてしまうというか、なんか結構そのデジタルなイメージをに変換してそれをきれいにするみたいなことを結構するので、そこのなんかこう間違いが分かりやすいというか、間違いというかエラーがこう可視化されやすいなという感じがすごいあるんですよね。それがすごいおもろいなというか、やってて今こう、まあ、絵に限らずだけど、なんかこう制作する人、表現する人は、はい、そういうエラーだとか、はい、まあ、俺はコンピューターのことよくわかんない、バグとか、あ、はい、いろんなね、うん、あの不具合とか、はい、まあ、こう画像おかしくなっちゃったりとか、うん、でもそういうのを積極的にこうあの取り込んでったりとかするじゃないですか、はい、でやっぱりそういう、こうミスとかそういうものをこう取り込むっていうのは、はい、あのやる人の懐が深いからっていうよりも、あのきっとその逆だから、あ、あの自分で、なかなかこうそこら辺突き崩せないところを、うん、あの相手側が勝手にこうほころんでくれちゃったりとか崩れちゃったりしていくこと、うん、それっていう感じで、うん、いただきますみたいな感じなのかな。あ、でもそうかもしれないですね。なんやかんやきっちりしたい人間なのかもしれないですね。なんか展示を見に来てくれた知り合いの方で、なんか堀田さんの作品はすごいきっちりはみ出してる感じがしますねみたいなおっしゃってて、すごいめっちゃ的確な表現だなと思って、うん、そのすごい噛み締めてたところなんですけど、まさにそういう気質の人間だからこそそういうことをしてしまうというか、惹かれる部分があるんだろうなというのは感じます、うん。なんか宝潤さんもそれこそ版画で作品作られることもあると思うんですけど、はいはい、そのあたりはなんかどういう気持ちで作ってらっしゃるんですか？気持ちね、多分近いのかな、そこら辺は。あ、そうなんですか、うん、俺割とあのクレヨンとか鉛筆とかで紙にこう描くのが、うんうん、あの好きでずっとやってて、でただそのクレヨン紙にあのクレヨンで絵を描くときには、はい、しっかり塗るのよ、はあ、あのほうほう、もうぎゅうぎゅうに、あ、もうめちゃくちゃめちゃくちゃぎゅうぎゅうに力を入れて、もう隙間絶対なくしてもう窒息させるぐらいの感じ。なるほど。紙の上に乗っかって描くからさ、浴びせて、うんうん、体浴びせて描くから、うんうん、筆圧も強くなっちゃうんだけど、うんうんうん、でも要するに塗り込めちゃうっていう感じなんですよ、うんうんうん、だけどあの、あの版画で、はい、例えば リトグラフリトグラフでクレヨン使うじゃないですか。あ、使いますね、はい。でリトグラフでいくらギュッてやったってさ、最初のやつが出ちゃうからさ、あ、確かに意味ないじゃん。そうですね、うん、そうなると自分がそのクレヨン使い始めの頃の3歳とか4歳ぐらいの時のもう書き殴りとか書きっぱみたいな感じでやってた時があるじゃないですか。でそれでやってみると、普段ギューッとこう書いてるんだけど、ヒューッとこういただきみたいにして書くと書けるし、むしろリトだったらそういうことができるんで、同じ画材なんだけど、あのメディウムが違うことによって自分のその書きようとか書き方も変わってきて、確かに、で指に持ってるから、うん、ギューって書いてる時のこう体に返ってくるその手応えと、ってこう書き逃げするみたいな時のやっぱり
帰りが違うじゃないですか。確かに確かに。その帰りが違うから違う絵ができるっていうのがあって、あ確かに基本的になんかこう絵が俺の場合は、はい、あなたは作るだけど、うん、絵が描けりゃいいから、うんうん、だけどプリントの場合はさらに俺はそこまでなんだけど、はい、堀田さんは自分でね全部正版ではないかだけど、ね、はい、僕はお任せなんですね。あもうプリンターの方にプリンターの人に、ええ、だからもう版画家の人からしてみたら片紙にも置けないかもしれないけど、それも全部こう、うんうんうん、やっぱり自分の手を離れてバッとやられちゃうみたいな。なるほどなるほど。ああ、うん、それでもこう絵が描けちゃうじゃないですか。そうですね、絵になっちゃうじゃないですか、うんうん、そこら辺が面白いのかなと思って。あ確かに確かに。ああ、うんうん、まあ、それで時々作ったりするんですけどね、うんうんうん、作って吸っていただくんですけどね。そうなんですね。なるほど。三田先生にも吸っていただきました。あ三田先生に吸っていただいたんですか。いやいやいや、なんか私がいやいやというのもおかしいんですけどそうですね。いやなんか今のお話の途中ですごい印象的だったのが、なんかもうめちゃくちゃ力入れてこう感じながら書くみたいな部分で、めちゃくちゃなんだろう、センスながら 共感するなと思ったんですけど、私も結構まあ割とこの絵の場合は丁寧にこうカリカリっと描いてる感じがあるんですけど、結構ドローイングするときとかはこう自分の体を確かめる作業でもあるなっていうふうに思ってて、結構私も紙破れるぐらいあーってやったりすることもあって、もう応順ゼミの時はもうムキムキになるかっていうぐらいずっとあーってやってたんですけど、なんかこう書いて残していくだけじゃなくて、書いてるそのプロセスの中に自分の現在位置を確かめていくっていうか、今自分はここにいるなみたいな感覚を感じながら書いてる部分がすごいあるなと思って、でそれこそ、まあ、だんだん変化はあれど木の板を選び始めたのもその感触を強く感じられるからすごい。紙よりも。あそうですね、なんかその紙は破れちゃうじゃないですか。硬いからだね。そうですね。あ、まあ、木の板はこうやっぱりある程度質量もあって、はい、こう自分の力をこう反射するし、でもかといってその鉄の板のように強靭な支持体でもないから、こっちも削れるしこっちも削れるしみたいな、削り合いながら描いてるみたいな、そこにすごいなんだろうな、自分なりのなんか言いたい身体のイメージのリアルというのがあるのかなと思いながら描いたりしてますね。それを今なんか話聞いててふと思い出して、そうやって書いてるんだね。壁に直接書いたりはしないんですか。あでも少し前に、ええ、アーティストの山口美奈さんという方とコラボレーションというかイベントをやったことがあって、ええ、その際にその一緒に壁面というか壁面に紙を貼ってそこに直接わーって書くっていう、あーそっか、まあ、ライブイベントみたいだったんですけど、まあ、その自分以外の第三者がまあ干渉してくるというような状況ではあったんですけど、うん、その床にも紙を敷いて壁から床へみたいな、うん、あちこち行ってみたいな感じでこう描くっていうようなことがありました。あ壁画も描きました。それとは別に壁画作品も描いたりもしてて、なんやかんやそうですね、なんかこう空間と自分が対峙していくみたいな制作も最近はやってますね、うん、あ、はい、話を聞いてると堀田さんは割とこう自分がこう鉛筆とかそういう画材で絵を描く時のこう、まあ、心境というか身体というか、話を伺ってるとすごくこうピュアというか無垢な感じがするんですね。なんかひたむきな。で あるんであれば、はい、例えばそういった大きなスケールで、まあ、壁画的なようなものをやるとか、うん、まあ、そういう時にこう紙を、まあ、ギャラリーのいろんなその条件とかそういうのもあるかもしれないけど、はい、もう直接書けるものだったら書いちゃった方がいいのかなっていう気がするんですよ。やっぱりこう無垢なもの同士がこう、はい、擦り合った方が、うん、いろんなこう反応がお互いに、うんうんうん、こちらの方は
その痕跡として、はい、あの描きが広がっていくし、うん、現れるし、あなたの方にはその描いてる時のこう、身体反応みたいなものがこう感じられるし、うん、でそこにこう紙が入ってきたりとかすると、はい、どっかでやっぱりその紙に描いてますっていうのが、そうですね、あの、うん、入り込んでこないですかね。途中でガサガサって音がしたりとか、確かに、うん、夢中になればあっとなっちゃうかもしれないけど、うん、できればそういうこうあの限定されない大きな壁面であるとか床面であるとかってなった時には、うん、なんとかギャラリーの人にお願いをしてですね、あの、うん、直接描いちゃった方がむしろこう堀田さんのもしかしたらです、僕それ拝見してないから、はい、その時のは、うん、あのやった後にこう自分の体に残ってるこう感覚みたいなものは、うん、あのすごくまた違うものになってるんじゃないかなと。そうですね、確かに。そうそう、だからまああのそうですね、まあ自分の部屋の中であの自分の部屋の壁に書くとか確かに、あのそうやって文句言われないし、 あとまああのこっそりあの外でやっちゃうとか、あグラフィティじゃないですけど、外に書くというとかね、うんうん、あのなんか一度そういうこう堀田さん の, あ の, その自分のあなたの絵の描き方の話聞いてると、はい、なるべく間にいろんなもの挟まないで、あじかになんかそこにこう触れてみるとどうかななんて思ったんですけど ね、うんうん、確かにそうですね。でそういう中でそういうふうにこう一見こう、はい、どこまでも塵も果てもないですよって言って、あの上限ないですよっていうところで、はい、果たして堀田さんがその自分の身をその中にこう話ちょっと戻りますけど、うん、馴染ませていけるのかとか、その中にこう絵描きの中にその身を折りたためるように描いていけるのかっていうこともなんかこう実験できるし、確かに、うんうん、なんかそういうこうどうなのかなって思う時には、はい、あのそれ以外のなんかこう、間に入ってくるいろんな下敷きだとかフィルターとかなるべく外して、うん、本当に身一つと何かみたいなものとかを向かい合った方が、うんうん、そうですね、なんか出てくるような話を聞いてて作品を見てそう思いますけどね、うんうん、ありがとうございます、うんうん、そうですね、作家同士がね話してるから、はい、どうしても制作の話になっちゃう、ね、そうですね、うん、あこれで大体約1時間ぐらいにはなってるんですけど、ね、すごいそうですね、なんかこんなところでどうこんなところでどうしましょう、なんか質問とかで、はい、もしなんかあればなんか話し足りなかった部分とか大丈夫ですか。いやいや僕はもう、何でもあれば、いけてそうですか、大丈夫そうです、まあでもありがとうございます。この中にまた四角なんだよね。そうですね、だね、その中に何かこう自分のこうパーソナルスペースを規定していくというか、ここに薄めていこうみたいな見当をつける、でそこをはみ出したり壊したりするということを繰り返しています。この絵のサイズっていうのは何となくあるんですか、はい、このぐらいの感じとかっていうのは。なんか特に基準っていうのは決めてはないんですけど、でも大体この今展示中のシリーズなんかは割と自分の手のなんか体の内に収まるぐらいのものっていうのはなんとなくはありますかね、うん、そこでこうなんだろう、回転させながらというか、こう割とこっちが優位に立ってこう書き伏せていくというか、そういう感覚で書くことが多いですね。回しながらね。そうですね。なるほどね。なんで書きながら天地が変わっていくっていうか。なるほど、なるほど。そうですね。じゃあこれもどんどんこう書いてる途中で、そうですね、左右天地がこうひっくり返ったりとかして、ね、結構変わってますね。
田さんは本当に白の作品のイメージがすごいきつい、はい、だからなんかその私はを描いてるんですけど、あ、はい、キャンバスの白みたいな感覚がすごく多いんですけど、あ、はい、やっぱり詩自体が木だと白っていうのはどういう色なのかな。あ、そうですね、なんかこうなんかもともと白黒で描き出したのもなんかこう色をなんかこう組み合わせたり選び取っていくっていうことじゃなくて、なんかこう自分の手の動きにいかに集中できるかということで結構削ぎ落としていった結果結構白黒になっていくっていうことが至った経緯があって、でそうですね、でもなんやかんやなんだろう、こう白いなんかキャンバスとかこう紙自体を壊したいと言いつつもなんやかんやそのこう白いフラットな場所を自分でこう作っていくというか、なんかもうすぐにあるなんか白い空間じゃなくて結構塗ったりとか塗って作ったりとかしてるんですけど、なんかただコピー用紙を引っ張ってきて書くんじゃなくてそのコピー用紙を模してなんかこう塗りつぶして自分で作っていくっていうところを挟んで書き始めるみたいな、そこの回りくどさを挟み込みたいみたいな部分が結構あるというか、それでなんか結構白いなんだろうな、こう手を入れるみたいなことが結構あるかなっていう感じですかね。ですね、なんか回答になってるかどうかわからないですけど、はい、そうですね、なんか絶対になんだろうな、こうすぐなんだろうな、すぐ終わることをなんか遅めていくっていうか、なんか時間を遅延させていきたいというか制作の中で、それでなんかこうなんかコピー用紙を自分で作るぞじゃないけどキャンバスを描くための場所をレジャーシート今から作るんだみたいな感じでなんかやってる感覚というか、なんかうまく形容できないんですけど、はい、そうですね、そういうことを挟んでますね、うん、ああ。あ、大丈夫です。上から、あ、すいません。あ、大丈夫です。うららか絵画祭で拝見したんですけど、はい、ありがとうございます。あの大量のなんかグリッドみたいな線が引いてあって、はい、それは木目、なんか直線の木目があるベニヤ板を使っているのか何か関連があったりするんですか。あ、そうですね。なんかグリッドもなんかそれこそさっきのそのなんかこう俳句のフォーマットとかそういうものと同じような感じで、なんかはみ出すための基準を敷いといて満を持してはみ出していくためのこうなんかこう下敷きみたいな風に捉えてて、なんかそうですね、そこになんかこう自分のドローイングとかをこう配置していってというか押し込んでいってなんかこう絵を作っていくみたいな、なんかなんだお笑いでいう前振りみたいな、うん、ことというか、うん、そういうものとして結構グリッドとか書いたりしてますね、はい、なんかこうあの鉛筆とかさ、はい、筆でもいいんだけどこう書くじゃん、はい、その瞬間からもうなんか、まあ、線になったりその色面になったりして、はい、それがもう俺なんかこうはみ出てるなと思うんですけど、ね、あ、なるほど、うん、自分の身からこうはみ出ちゃうみたいな、あ、うん、確かになんかこうやらなかったら全部身の内に収まっているんだけど、ね、うんうん、なんかこうやっぱり欲求とか衝動が起きるじゃないですか、うんうんうん、でその瞬間にその見えてはまだ書いてはいないけどその欲求や衝動が
自分の暗黒からこう起きた時に、はい、もうすでにその時点でオーバーフロー、何かがオーバーフローしててはみ出て、でそれにその思いにちょっとちょうどいいタイミングで鉛筆とか木炭を出したら、はい、もう本当にまざまざとこうはみ出ちゃうみたいな。うん、確かに。あ、だからまあ絵を描いてますとかなんか聞こえはいいけども、うん、はみ出しもんじゃねえかみたいな。なるほど。僕らはみたいな、我々はもうみんなはみ出しもん、ね、もう大いにそうです、ね、ね、腹くくってはみ出しちゃってくるみたいな。なるほど。それはもう満を持してはみ出し者と名乗っていこうと思います。画家じゃなくて。あ、はい、いいですね。そのね、はみ出し物の。いや、あんまり堀田さん言わないほうがいいかもしれない。まあ、片隅に留めときます。そうですね。その他大丈夫そうですかね。大丈夫そうですかね。まあ、まあ、今回、そうですね、1時間ぐらいちょっとお話しさせていただいて、改めまして、お越しいただきありがとうございました。観客の皆さんもすみません、ありがとうございました。と一応まだ在庫はしているので、なんか ここが分かんなかったよとか、なんか気になることとかあればぜひ、ね、個人的にでも投げかけていただいたらいいかなというふうに感じています。ね、そうですね、改めましてちょっといろいろとたどたどしい感じになってしまったかとは思うんですが、ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、展示は明日まで、明日の7時まで開催しておりますので、まだご覧になっていない方ぜひ亀井川とセンターまでお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今こう向こう側の人に行ったんですね。あ、そうですね。向こう側の画面の向こう側の方に、はい、ちゃんと偉いな。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうもどうも、ありがとうございました。なんかとてもいろいろと喋っていただいて、いや、なんか全然なんか緊張でうまく喋れなかった感じがしてちょっとあれなんですけど、いろいろとでも、お話が聞けてよかったですね。なんかまた機会あったら、まあ、こういうのは結構特別な空間になっちゃうから、はい、気楽に連絡をください。そうですね、また個人的にでも、ね、はい。